皆さんこんにちは、トムのタレントサザエです。今回は国道365号でハッサン白川ホワイトロードを相談しよう。白がね、あ、違う、これ手話、あ、手話、白っていう手話。こちらの国道365は富山県富山市から石川県小松市に至る一般国道で、起点の富山市と終点の小松市を除いて路線のほとんどは山間部を通ります。また岐阜県白川村から石川県白山市にかけての県境は国道が分断されているのですが、有料林道の白山白川号ホワイトロードが代替路になっています。はい、こちらの白山白川号ホワイトロードは石川県と岐阜県を直結する唯一の自動車道路で、夜間通行止めとなっているだけでなく、豪雪地帯のため11月上旬から6月上旬頃まで冬季閉鎖となっているので半年しか通ることができません。また白川村を通る天王峠も例年11月から5月末まで冬季閉鎖していて、雪解けとともに道路やガードレールが破損し、閉鎖期間がさらに延長され、1年のうち実質2ヶ月しか通行できないこともある国道となっています。むしろ2ヶ月通してくれてありがとうですよね。ただドライブコースとして観光地化されていますので、どのような景色が広がっているのか見に行きましょう。なるほど、ホワイトロードであの霊山白山を超えることができるわけですね。そうです。あ、楽しみ。それでは早速レッツゴー。さあ、ということで、はい、こちら右手富山城になります。富山城って博物館なの？博物館です。ナビで検索したら博物館過去富山城って書いてて、はい、復元したもので実際の富山城と形も異なるそうです。ちなみに富山城は神保長友によって築城されましたが、織田信長がさっさ成政を派遣して入城し、織田信長が亡くなった後豊臣秀吉に制圧され前田家の藩立となりました。はい、富山城といえばさっさ成政だよね。はい、そしてこっから国道365スタートになります。9時43分、富山城前からスタートです。だからこっから41と重複します。あ、混んでる。これを混んでるというのかわからないけど、もうちょっとイチョウが色づき始めている。本当ですね。感じがしますね。こちらの国道41号は愛知県名古屋市から富山市に至る一般国道で、高山本線とほぼ同じルートとなります。あと富山市街地は街灯が立山連峰になってるんですよ。あ、本当だ、初めて知った。こうやってかわいい。こちら富山市科学博物館と、もともと県立美術館かな、近代美術館かな。あ、そう。あとここの吉野家が富山で一番かっこいい吉野家です。え、どういうこと？なんかここの吉野家だけなんかかっこいいよ。あ、デザインが、そう、なんか黒い感じ。あ、そうだね、今黒とオレンジで。で、このケーズ電機もあれですよね、もともとパチンコ屋さんだったのが、はい、コロナのタイミングで閉店になって、その後ケーズ電機になりました、はい、詳しい。ここら辺一番使うもん。41号めっちゃ使う。富山インターにも行くし、富山空港にも行くから、県外の人たちもここの道めっちゃ使うと思う。いや、めちゃくちゃ使う。ここの宝くじ、あ、宝くじ、伊藤商じゃなくて宝くじだよ。宝くじも大変。当たる。最近このニャンニャン餃子が潰れました。あ、そうだ、はい、富山駅からもう一直線ってことですよね。あ、ボーリングのピンだ。ランワンじゃない、ランワン。ランワンじゃないのこれ。立山グランドボール。めっちゃ車止まってない？そうな。なんで？みんな絶対ボーリング場じゃない。寿司玉も有名っすよね、はい、あとこれびっくりする人多いんじゃない？どれ左左、これアイコンみたいになった。ここさ、もともと駆け男のツタヤだったんですよ。ああ、そうだそうだ。ツタヤがなくなるなんてことあるって感じだけど。いや、でも本屋めっちゃ潰れてるじゃん、うん、本当にね、家か車ばっかりなんよ、うん、あと薬局、あとあそこも最近富山出た人は知らないよね。ああ、だパチンコ屋だったのがレジャーランドになったか、はい、ハイパーノースランドもコロナのタイミングで閉まって、ずっと建物だけ残ってたんですよ。でその建物のままレジャーランドになって、あんな見た目じゃないですか、うん、1階のみです。そうだ。あ、なんか3階までありそうじゃん。あれあれ。ここのリベラーラだったところももともと3床だったのがなくなったし、なんでまた作ったって感じ。あのゲームセンターできてはなくなって、できてはなくなってしてるのに、うん、またレジャーランドになったんって思って。でここのつけ麺まで様の桜、オープンした時すっごい人並んでたのに、うん、もうなくなってくれてますね。この通り目まぐるしくお店が次々変わってって、うん、近年ね、富山を出た人はえ、なくなってるのって思うこと多分多いと思うよ。それこそ蔦屋さ、文英堂やっけ、名分堂、名分堂か名分堂一気に潰れたもんね、うん、もう有沢もなくなったし、共同もなくなったし、今の掛けもなくなったし、うん、学生時代を過ごしてたからさ、あ、ま、なるほど。今行っとったかって言われたら行ってないけど、うん、でも学生時代ってやっぱ本屋さんめっちゃ行ってたから、うん、悲しいよね。悲しい本屋。
こちらが北陸道で、富山県はこの北陸道を越えると一気に景色が変わります。でもあの北陸道でさ、この富山インターに降りるときって富山高山って書いてあるよね。もうこっから山越え始まりますね。ここから。この目の前のが源さんですよ。あ、大きい工場、はい、ここで全て作られております。マス寿司体験もできますよね。そう、見学もできるわけよ。富山の雨の日で何をすれば楽しいかみたいな時に出てくる。あ、そうだいや、うん、大沢のなんか本屋さんも潰れたような気がする。あ、そうかも。もともと旧大沢の町って。そう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 、めっちゃ合併したんですよ。あ、でもブックスの方やってない。これはね、やってるんですよ。頑張れ。みんな行って。富山市から小松までって言ってましたけど、うん、市街地は富山市と小松市だけって書いてあったんで、うん、こっからずっともう山道です。でもほら、ここ1個中入ったらあれですよね、パイオーマンクリの。詳しい。パイオンワンクリここで売られています、はい、前まで駅前で売ってたのになぜか売らなくなりました。悲しい。なんでだ。みんながいじるからでしょ。闇の力が働いてるとしか思えない。あんな美味しいのに。このホルモン屋さんも有名だよ。あ、そうな、うん、いそうの。でもパンダパンダとかも有名屋さん。あ、パン屋さんね、うん、いきなりどでかい山現れましたけど、さっきまで駅前だったのに。そう考えたら富山市街地に働きに行く人ここら辺住んでてもアクセスいいっちゃいいかもね。ただ一車線って朝めっちゃ混みそうだよね。あー、混むか。あ、神津橋春日温泉。春日温泉といえばガラク。ガラクといえばさださん。ガラクで結婚式あげた。めっちゃ好きやん。私の場合はガラクの披露宴の会場に石の壁があるんですよ。そこを見てここにしたいと思います。その石の壁がそれが良かったから。だいたいみんな地元であげるの。みんなララシャンスであげてるの。県外から人呼んだ時のことを考えるとやっぱ駅近くが一番人気なんじゃない。いや、そうですよね。だってここであげたけどすごい大変だったもん。やっぱ、いや、そうだよね。バスとか私も主人もだって20代後半だったから、わーって祝福してもらうというよりどちらかというと落ち着いた感じ。オイル直しとかだからせんかった。もうすっかり神通教に入りましたね。はい。やっぱこの町と山の距離が短いのは富山市の特徴じゃないですか。こちらのダムは北陸電力が運営していて、神一ダム、神二ダム、神三ダムと、富山県の西側にある庄川や観光地でも有名な黒部ダムって実は関西電力で、そこで新規電源開発に目を向けたのが神通川だったので、神通川は北陸電力が電気を作っています。ここの電気をうちらが使ってるってことですか。そうです。うわー、めっちゃ緑、キラキラしてる。すごいね。この道もさださん大好きな神通橋の道でしょ。そしてこちらの国道41含め国道360なんですけど、はい、ブリ街道と呼ばれていて、そもそも富山県はブリが有名ですけど、冷凍技術がなかった頃、富山湾で獲れた寒ブリを塩漬けにして1人当たり60キロから100キロのブリを背負って歩いて富山から雪深い山国の飛騨の国まで約90キロの道のりを8日ほどかけて歩いて運んだため、富山市から高山市までの区間をブリ街道と言うそうです。なんで富山は寒ブリって有名ですけど、運ばれた塩ブリは飛騨ブリ、越中ブリと呼ばれ、さらに信濃の国まで運ばれたそうです。こちらの神通川も名前すごいかっこいいですけど、諸説由来がありますが、だいたい神が通られた川という意味で付けられました。あとは四大公害病の一つである痛い病があった場所でも有名で、岐阜県飛騨市にある工場からカドミウムが排出され、その水で育った米などを通じて体内に入ることで引き起こされた公害病です。それって今の子供たちも勉強するんだ。いや、しますね。痛い病、水俣病、四日市喘息、新潟の第二水俣病含めて四大公害病ですね。出た。道の駅細入り、通称リンリン。ここで車中泊もできます。はい、我々やりました。ここでカップラーメンも食えます。みんな行くじゃん。バイク乗ってる人も結構いるやん。おー、大人気や。大人気。平日やのに。リンリンまで来たらもういよいよ県境だなって感じだね。そうですね、うん、あー、これ工事してるんですよ。すごい。これだからめっちゃでっかい橋作ってるはず。見えないけど高山本線。あ、そう高山本線もこれ上ですか。並走してます。そうです。あー、すごい。高山本線は岐阜駅から井の谷駅までは JR 東海で、井の谷駅から富山駅まではJR 西日本となっております。もともと下呂温泉や飛騨高山への観光路線としての役割が強い路線でした。そしてワイドビュー飛騨の愛称で知られたキハ8号系が現在はハイブリッド方式の HC8 号系に進化しました。ほら、めっちゃ作ってる。終わった。富山市が、ありがとう富山市。関所、井の谷関所ですね。で、ここからようやく国道41から分岐して国道360号の単独区間となります。なるほど。さあ、そして、こっから国道41号と国道360の分岐地点となります。はい、飛騨漫画王国行く道じゃん。そうなんです。こちら右です。
こっからまたググッとちょっと狭くなったりしますよ。狭いしすごい登るじゃん、うん、360お前やミラーみたいな標識、うん、登ってく登ってく。ちょうどここら辺から神通川も高原川と宮川に分岐しますんで、はい、ちょっとナビで見ていただくと分かる通り宮川と高原川分岐して、この国道360号は宮川方面ですね。これ富山市になるの？あ、まあずっと富山市です。うわすごいね。右がなぜか青いカーブだから気をつけて。あーなるほどね、わかりやすい。うわ長いな、だいぶ長め。でもすごい走りやすい。あと謎に歩道がめっちゃでかい。お前な、マジ歩く人いるんじゃない？車でこんだけ時間かかるやったら歩いたら2キロって15分ぐらいじゃないの？え、これ15分で行ける？出口も見えないから私も途方に暮れるけど、これ歩いとったら相当じゃない？まあでも車通り多いからそんな不安にならないかも。すごい長い。さあそしてこっから岐阜県飛騨市お邪魔します。ちなみにこちらの飛騨市は岐阜県の最北端に位置しており、城下町として栄えた町並みが今も残っています。富山の人も飛騨だったらよく行くって人多い。てか佐田さんがそうだよね。めっちゃ行く。小1時間ちょっとで行けるから。でまた富山と雰囲気違うからね。そう、プチ旅行気分も味わえて日帰りできて手軽だからすごく行く。うわ綺麗。おお。うわ綺麗。宮川も綺麗。あれ古い町並み始まってますね。いや古川ここ飛騨漫画王国山口牧場とか書いてあったよ。飛騨牛って書いてあった。マジで飛騨牛ここで作ってんだ。よくさ古川の町並み歩いたら飛騨牛の牛とかね。ある。ここでしたか。でだいぶ走りやすい。だからここの国道360号ももともと旧国道360号があったんですけど新しく綺麗にしてます。そうなんだ。多分このトンネルも新しいよね。新しいし、41号もそうだけど富山と岐阜を行き来する大きいトラック多いから、うん、トラック通りやすくなってるだろうなって。あーそうだね。でも歩行者もしっかりする。え、ね、本当だね。がっつり歩道してんじゃん。いる、こんなに歩いてるみんな。さあこれは右か。危ない、これ冬ぶつかるじゃん。あれビックリマークの標識なんかめっちゃ危ない。ほんまや、危な。これ90度じゃん。90度。スリップする。あ、急に曲がってここでスリップするわけね。スリップしそう。これはだからか。あ、出た、アモー峠も出てきました。アモー峠ってそういう字書くんだ。アモー峠、難読地名ですよね。でこの高山本線越えてめちゃくちゃ道が狭くなります。細くなっていかんといけん感じですか。なんかあの車自体が細くなっちゃった。ハリーポッターの世界みたいな。ほんまに激狭じゃん。混んでくれ混んでくれ。あ来てるよ。あすごい。あめっちゃ寄ってくれる。より慣れてる。より慣れてる。すいません、ありがとうございます。めちゃくちゃ助かった今。また狭いよ。狭い、すれ違い狭い。これもう1台しか行けなく。いや行けない。国道っぽくない。あら通行止めだよ。ほんまや、また通行止め。また急に左。大型車すれ違い停止位置。大型車が向こうから来たら止まって。でも来とるけどね。俺らのターン。まあ、それぞれ信号なくても自分たちでやってくれっていう感じよね。ここのこの道さ、ついこの間作った道じゃないかな。あ、そう。橋落ちてこれシャシャって作った道ですよ。そう。すごいよね。だからこんなくねくね。そう、ここずっと作ってるのは見た。それこそ高山本線も確かね、何年かずっと通行止めだったんですよ。あ、そうなんだ。高山本線だから。ぐるっと違うとこ回されて。いや、回せもしない。行けなかったんですよ。あれ何で橋落ちたんでしたっけ。台風かなんかやった気する、うん、そうちょうど宮川沿いですけど、こちらの道阿毛桂街道と言われていまして、飛騨市と白川村を結ぶ阿毛峠を越える道となっています。で阿毛県立自然公園には水芭蕉や日光キスゲが咲き誇る。あれ、うん、阿毛湿原があり、その奥にはブナやカツラの原生林があるそうです。すげえ標高高いんじゃない。高山植物じゃない。まあ峠ですからね。阿毛峠怖いな。どんな感じなんやろ。それこそ前回行けなかったよね。行けなかった。行けなかったんよ。富山県の最南端を探すっていう動画で行けなかったんですよ。行けなかったやつって公開されてる？あ、されてます。あ、されとるんや。覚えてるわ。お蔵入りなんじゃねえのって思ったことある。そうだ。あ、でここだ。ここに比叡地震の碑があるんですよ。比叡地震は1858年にここを震源に発生した大地震で、うん、死者426名、負傷者646名、家屋の全半壊流出2190棟とされています。富山県の常願寺川沿いには地震の影響で流れてきた石が記念に残されていましたね。あーそうだそうだ。マグニチュードどんだけって言うの。まあ 7. 何歩やった気する。
それの震源地がそこにあるっていうのが怖いよね。また起こるかもしれない。ああ、それはありますね。あ、なんかいる。いる。カッパだ、カッパだ。あ、バッタだよ、バッタ。バッタにカッパが乗ってた。あ、そうだ。なんか前もあってわからんかったよ。カッパ物語ですか。そう、調べても理由わかんなかったよ。教えて誰か。お、出た。変なキャラクター。大根に足生えてる。ちなみに富山県を通ってる国道何個あるか知ってますか。8号、41号、360、365、1航路、5個。残念、実は10本あります。めっちゃある、倍ある。10本あるんですけど、9本もう通ってます。え、9本もう動画にしてます。8号、うん、41号、うん、156号、160号、304号、359号、360号、415号。415？ 富山市から白衣まで行ったやつで470号で471号で472号の10本です。そっか、471と472があるんか。すごいよ、富山県もう10本中9本コンプリートしてるからね。キモ。あ、これ右です、はい、さあここで、右になります。曲がれる、これめっちゃ狭いよね。行けないじゃん。行ってもらうしかない。うん、行ってもらうしかない。あ、待ってくれとる。橋さっきから狭くない。うん、譲り合い譲り合い。これはもう国道471で通りました。国道ね、重複があるからね。あ、分かりにくいっちゃ分かりにくいよね、うん、雪だるまが温泉入って汗かいとったよ。大丈夫？入った瞬間にいなくなった。あ、毎回ローズガーデンに反応するね。きっころいます。あ、森蔵、森蔵。あ、います、います。森蔵がいます。あ、ちょっとトラックで見えない。いや、今年は大阪万博ですから。で、こっからまた単独ですね。はい、471はここ曲がってったね。最近ここばっかり来てる気がするな。国道471号の動画もありますので、はい、そちらをご覧ください。我々ってか、私が選ぶ一番怖い国道だから。そう、一番危ない国道です、はい、いろんな国道走ってきてるけど、ダントツで狭い。なんでこっから日田から白川村行く道ですね。はい、白川村は白川郷という世界遺産があるので、皆さん知ってる人多いと思います。富山から白川郷に行くときは東海北陸道で行くから、この道で行くのは飛騨の人たちだけなのかな。そうですね、飛騨の人たちもここ通るのかね。あ、大丈夫か。あれ、行けます、行けますか。不安になるコーンの数。え、落ちた、何これ、すごいな。どうなったの。結構高いよ、今見たら。絶対行かせたくないコーンの数だよね。え、でもこれコーンじゃ防御しきれくなくない。落ちちゃうよね。うわー、あー、山。まあでも家もあるし、うん、いや家結構あるよ。めっちゃ家あるよ、あそこ。あ、本当だ、崖の上に家がある。いや、でも川も流れ穏やかだね。これは踊り川になります。ちなみにこちら今行く天尾峠は標高1289m の峠で、例年11月から翌年5月または6月まで冬季閉鎖されています。この区間では豪雪地帯で雪解けとともに道路の破損箇所やガードレールなどの破損箇所の補修工事が行われるため、閉鎖期間はさらに延長されることも多く、そのため1年のうち実質2ヶ月しか通行できないこともあったそうです。これ何、左怖いね。旧国道使われてなさそうやけど、今。あー、行き止まりなんだ。そしてこの天尾といえば、日本で3番目に長いトンネル、東海北陸自動車道の飛騨トンネルがある場所です。それ天尾峠なの。そうなんです。知らんかった。なので、うん、工事で用いられた掘削機械は天尾太郎、夢天尾という名前だそうです。すごい、行け夢天尾。そうそうそう。両方ぶっ壊れたらしいけどね。あー、敵は強い。柔らかい土だと掘れないらしくて、それで結構壊れたらしいですけどね。ちなみに1位は山手トンネルで東京都の 18,200m、 2位が関越トンネルで群馬県と新潟県の県境にある 11,055m、 そして3位が飛騨トンネルで岐阜県の 10,710m のトンネルとなっています。なんか大きい、これ何、畜産っぽいね、牛とかじゃん。ほんとだ。あ、飛騨牛だ。こんなとこにいたの、皆さんが食べてる飛騨牛はここです。あ、街歩きでよく食べてます。まあでもまだ全然家ありますね、うん、家なのか何なのか。あ、こっからアモですよ。あ、ほんとよ。こっからアモ、すごい大型車通行不能、高さ8メートルはダメですよ。なんかこんな道ばっかり走ってる気がする。気のせいっすね。気のせいな。国道ですよ。あ、これなんかでもログハウスっぽいですけど、なんだろう。あ、バス停じゃない。あ、バス停なってるわ。バス停ある、家あるね。あ、この家の人が門番なんじゃない。この先8キロ区間長っ。1キロも落石注意とかなんだ。うわ、狭っ、狭い、ここ狭い、狭い。なんかちょっとひび割れてて落ちそうやね。これはすごいカーブやだ。ちょっと4、あ、これだ、これだ、これがゲートなんだ。ここから先が行けないので、いつも絶対さっきの家の人を閉めに来てんじゃないの。すげえカーブやな。またカーブでえらい登らせるな。うわー、すごい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 。うわー、これ何のための道路だ。いやー、もう白川郷行きたかったんじゃない。なんだあの標識、見たことない、見たことない、色合いが見たことない。危ない。
い。ちょっと待って、面白くない？あ、スピード落とせか。しかも、危い。スピード落とせ。なんか個人が作った感じがしますね。危い、めっちゃおもろい。せめて危険だよね、だとしたら。危険って書けばいいのに。おーっと、大丈夫？富山ナンバーだよ。富山ナンバーやってますよ。狭っ、狭っ、めっちゃ狭いじゃん。このカーブのこの狭さはベルランゴ大丈夫？今びっくりした。めっちゃ狭いやん。これ車種によってはいけんよ今に。今の富山ナンバーどうしたんだろう。管理系の会社か、ね、遊び場のファンか。いや、遊び場この道路通ってないけど、だまだあれもうちょっと白樺じゃん。もうそんな標高上がったか。1カーブでの上がり方エグいんよね。いや、そうやな、カーブで標高めっちゃ上がってない。カーブだったらいいと思ってるよね。お、360隠れとるけど、すげえ、めっちゃすごくないこれ。勾配えぐ、勾配なんか 40% ぐらいありそうやけど。標識出してないからさ、淡々と登るけど多分相当な勾配だと思う。すごいよね。まあ、な、危なくはないけど狭いな、うん、ガードレールやっぱちゃんとあるだけでこんなにも気持ちって違うんだね、うん、これ狭いよ。イエー、狭っ。滝じゃない、滝じゃん、滝滝だった。電波は、電波はある？電波ない。電波ないんか。電波ないし狭い。あれ今日こういう企画じゃなかったよね。うわ、すげえ勾配、すごいんだけど。やば、すごくない？すげえ。てかミラー2個あったよ今。これさ、私まだ上りだからいいけど、これ下ってくる人たちめっちゃ怖いと思うよ。落ちちゃうよこれマジ。イニシャル D とかレースできるやん。ドリフト跡あったよ。車と今んとこ一台もすれ違ってないね。お前ね、誰が通るねんこのアモート。あー、来た。あ、よかった、ここでよかった。助かった。あ、でも走りそうな車っすね。山梨から、山梨のレンタカーでしたね。だいぶ空近づいてきたね。天に生きる峠やもんね。ほんまに、いや、だいぶ近いよ、天が近い、天が。もう今どこですか、どこですか、ここどのあたり、日本のどこですか。富山の最南端の辺かもしれんしね。最南端。あ、まだだ、あとちょっとや、あとちょっとで富山の最南端。ワンチャンここで車止めて最南端まで歩いていける。もう一応、チャリンコか。チャリンコか。車やったら狭ってなるけど、チャリだったらいいんじゃない。あのカーブ怖そうやけどな、チャリでも。怖そう。もう今 Google マップで見ても富山の最南端です。本当こんなところにあるの？多分ここら辺、ここら辺。これ？あ、そこら辺やと思うよ。ここら辺が最南端です。なんかやばそうやね。落石注意ってなんかやばそうじゃないこれ。この道やばそうやん。うわー、やばい。高い。うぃー、めっちゃ高い。今落ちてきたら一緒に終わる。でもめっちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗。景色めっちゃ綺麗。絶対見てらんないよ。落石危険のため駐車禁止。え、あ、やっぱここら辺に車止めて川に行く人たちが石に当たった感じですか。石に当たったんや。車が石に当たった感じじゃない。あ、当たるから魚釣り禁止ってこと。川あるじゃんって止める人たちいるんじゃない。あ、なるほど。めっちゃ綺麗やけど、確かにさ、めっちゃ景色いいよ。止まりたいぐらい綺麗。落石注意で駐車禁止ってあったっけ今まで。いや、ない。見晴らし台とか作りたくなるような感じの、うん、やだ、ちょっとこれやばくないじゃん。これやべえ。あ、てかベルランゴギリだったね。ベルランゴいいですよ。でっかい石落ちてる。怖っ。あの石落ちてきたと思ったらね、めっちゃでっかい石あったね。車ごと頭へこみそうだよ。ちなみに僕の Google マップ上ではこの右が富山の最南端になります。あー、こんなところでしたか。こちらです。登れないかな。登れないでしょ。何を言ってるか。登れないですか。なんかないの。え、絶対ここに車止めて最南端行くんじゃないの。行かないでしょ。あ、バイクいる、バイクいる、バイクいる。どうした、どうした。なんで止まってたんやろ。これ何、ここ。ね、怖い。やだ。何これ。目の前でさ、バイクが落ちてくの、うん、落ちないでしょ。本当にゆっくり絶対落ちないでしょ。って感じ。あ、止まってる、止まってる。あ、登れない。あ、そういうこと、うん、あ、それで止まってたんだ、うん。はい、なるほどね。ギアチェンジで急に一速とかできないもんね。難しいよね、うん、確かにカーブで上りってむずくない。いや、むずいむずい。それでさっきカーブ止まってたんか。いや、ゆっくりでいいよ。だとしたら、あ、譲るんや。譲ってくれてる。ここに来るまでがすごかったよね。だって彼も思ってたんとちゃうってなってるかもしれない。あの峠思ってたんとちゃう。いや、違くないってなるよ。国道ってこんなね、険しいイメージないからね。そうだよ、国のもんやからちゃんとしっかりしてると思うよね。そう、うわー、車来た。いや、広いとこあってよかった。ここが落ちそうで怖いから。これでベンツで来た。ベンツ、あ、来てるよ、来てる、まだ来てる。え、まだ来てる、来てる。あ、本当よ。ずっとガードレールあるね。ねえ、すごいよね。あの、ガードレールとガードレールの隙間も作らないぐらいにガードレール。あー、これ絶対崩れたね。道崩れてんの分かるね。分かる。1年のほとんど修復工事してるの分かるよね。あら、どうしたこれ。あー、
どうした、はい、どうした。今年の修復箇所です。そろそろじゃないですか。そろそろ峠ですか。峠さあ、あるある。おおおおおすごい。なにこれ、ええすごい、え駐車場めっちゃあるじゃん。すごい、ええちょっと待って、何あんのこれ。え、ちょっと行く？何何？こんな車いっぱい止まってるけど、人いる気しないけどね。あ、山登りってこと？ここでなんか水場所とかいるんじゃない？歩いてみていろんな植物たち見られるようなところなんだ。なるほど。で、400円で行けると。さあ、ということで、はい、こちら左ですね。これだ、標高1290メートル。ということで、こっから、はい、白川村に入ります。こっち白川村に入った途端ガードレールありません。マジでなくない？ないよね。ずっとこんな感じの道だったらいいよ。途中崖とか、あ、でもなければ。白川村方面はあんまり急勾配ないって書いてました。はい、あ、なんか落ちたね。強めのガールドレール落ちました。 T 字だよ。おー、え、分かれる？全然 Google マップに出てこないけど。 T のその先何がある？あ、通行止めだ。一般車両通行止め、林道になってんだ。あ、わー、なんじゃこの標識。落石注意。崖が石をピュ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 って入ってる。え、知ってんの？前もあった。あ、そうだ、こっちでしょ、落石といえば。あ、ほんとやね。この先13キロ。また13キロもあんの？もうこれ超えれば世界遺産が待ってるから。白川郷が見たい。みんなも白川郷見たいはず。世界遺産にたどり着くまではこんなに大変な思いをしなきゃいけないのか。なんかそろそろ天王峠展望台があるそうですよ。え、嘘やろ絶対。え、これ展望台らしいよ。止めれるんじゃない？ちょっと見てみる。アリサのサインみたいな。アリサ落書きされてんじゃん。わかる？俺だけ見る？なんか石いっぱい置かれてるけど、あー、なんかまあ山見えるって感じか。白山連峰が見えるっぽいんですけど、今雲がありすぎてちょっと見えないですね。やば、高っ。で、今から行く白山白川ホワイトロードはあの山越えになります。これ落ちてきた今。え、これ茶色。これ道路作るときに掘削したんでしょう ね。今からあの山を越えるわけですよね。我々は楽しみですね。ガードレールの形が変わったワイヤー式になりました。ワイヤーです。ワイヤーです。こっちは Google マップ見てもらうと分かるんです。急にガンガンっていくんですよ。本当だ、最後。あー、わー、ちょっと待って、ね、はい、どうしようかな。いけるんじゃ。あー、バックしてくれてる、もしかして。あー、あー、なるほどね。そこだね、そこだね。そこいけるかな。あんまり攻められんなん。うわ、ぷえぷえぷえ。私のベルラもいろんな音なの。最初プーってなるんだけど、うん、それでも近づいたら一個高い音なの。あ、そうだ、どんどん高くなってる。聞こえとる聞こえとるみたいな感じで。最初ピッピッピとかなんだけど、そのうちプーになってピーになるんだ。ピーピーピー。大丈夫大丈夫、本当に聞こえてる。心肺停止みたいになるんだって。金子さんの CX-8 もなりますからね。まあ、大きい車はなりやすいから、もしかしたら。大きい車だからか。こちらの天王峠は景色いい感じじゃなかったから、おすすめって感じじゃないですね。そうだね、うん、これはでも、今まで走ったいろんな道路の中では圧倒的に勾配カーブがすごかったから。ああ、そうだね。ここのヘアピンやばいよ。この後ね、この後ね。シャーってなって。どうしてミラーがついてないの？すげえ植物生えてんじゃん。何これ何これ、トトロの葉っぱじゃん、トトロの葉っぱ。雨宿りできる葉っぱや、うん、でも思うのが落ちるかもっていう怖さはない。絶対誰かレースしてるって。これ天王峠タイムアタック。ここだってそういう風にへこむことあります？なんか書いてる、8キロ。あ、あと8キロってことじゃない。この国道365途中で切れてるんですよね。あ、そうなんや。そのたくさん白川郷ホワイトロードって国道360ではないんですよ。あ、そこでじゃあぶつかるところで終わるの。そう。さあ、ということで、ここ最後ここを来て通行止めだったはず。ここで取った、うん、さあ終わりました。もう峠越え無事そうしました。なんでこっから合掌作りも結構出てきたはず。ということでこれ左、え、行けないの左。ちょっと待って。行けない。悲しい。なんでなんで？なんで？ちょっと白川郷の展望台行こうと思ったのに。あそこ左行ったら白川郷の展望台があって、まあよく見る景色があるんですよ、ね。本当だ、合掌作り。合掌作り始まった。民宿和田屋。合掌作り泊まれるなんて。あ、すごい。すげえ。人住んでますね。田んぼでめっちゃ綺麗なんじゃない？ね、まだ飼ってないじゃん。本当や。なんと都内。はい、この156号と合流するところが国道360号の終点になります。はい、はい、こちらがゴールになります。これまっすぐ行ったら白川郷です。
はい、ということで、はい、今回の前半戦はまさかのここで終了にしますまたホワイトロード行ってない行ってない行ってない、もう峠だけでしたね。あと白川郷もねちょっと見てみたかったんですけどね、展望台行けないということで、こちらの白川郷は教科書にも載ってる世界遺産の合掌造りの集落で、富山県にも世界遺産の五箇山合掌造り集落があるのですが、白川郷の方が見応えがありますまた展望台から見た時に白川郷の家屋はほとんど同じ方向に向いていて、それは山から吹く風の抵抗を少しでも和らげるために同じ向きとなっております。はぁ、そうなのね。ちなみに白川郷合掌造りの名前の由来は、庄川が白く濁った色をしており、家屋が手を合わせて拝む合掌に見えるからだそうです。はい、どうでしたか。いや、もう天王峠に疲弊した、ヒヤヒヤしてストレスいっぱいかかりました、疲れたでも後半でホワイトロードのやっと楽しいところなんでしょ。じゃあもう後半のために今日は頑張ってきたんだね。だから後半の動画のための宣伝動画です、これは。なんだって釣りもいいとこだろ、みんなごめんねということで後半をお楽しみに、この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録もお願いします。それでは後半へ続く。